その件をですね、今日、先生に言おうかなとは思ってるんですけどね。普段ですとこの時間はまだ寝てる時間なんで、今日はちょっと眠いっすね。今日はとですね、病院の終わる時間次第なんですけども、ちょっと髪が伸び放題になっちゃってるんで、散髪行ってからですね、ちょっと時間があれば、昼飯食って、元気の湯という感じですね。病院も午前中で終わってくれればいいんですけどもね、さすがに4時間は立たないだろうという感じですけどもね。この間2回目の診察の時に、10時半の予約が満杯で、午後ですね、頼んだらなかなか呼ばれずに、2時に行ったんですけども、3時間くらい待たされて、終わったのが5時過ぎということがありましたので、あれはひどかったんですよね。今日はそういうことがないようにしたいところですけどね。あと今日薬と湿布もらおうかなとは思ってますけどもね。早起きしまして、ジャパンネット銀行の方を外貨預金チェックしてましたら、ギリシャの国民投票がですね、95% で、なんか反対が多数なんですよね。思ったよりなんかユーロは、まだ円高なんですよね。円安にはちょっとならなかった感じなんですね。私見てきた時ですけど、135円くらいで、動いてた感じだったんですけどね。もしかしたら今だと134円になったかもしれませんけどね。あと南アフリカランドもなんか大幅に10円を割ってましたので、もうちょっとしたら買いかなという感じですね。ジャパンネット銀行はちょっと、手数料が高いんで、9.6 ぐらいな
かで買えないんですよね。まあその時狙って、まあ、1000円単位で買おうかなという感じですけどもね。通貨はちょっと利子が高いんで結構いいんですけどね。
8時ちょっと過ぎにですね行きまして、2時間待ちで、まあ、今17時回ったということですね。まあ、約3時間でしたけどもね。ちょっとこれからちょっと散髪に行ってきてからですね、ちょっと食事の方を取ろうかと思ってましたけどね。今日ちょっと予定にはなかったんですけど、なんか注射を打ってみましょうっていうことだったんで、ちょっと今日はそうしました温泉には行けなくなっちゃいましたね。まあ、木曜日にちょっと行こうかなという感じですけどもね。今日風呂の日でポイント2倍だったんですけども、まあ、木曜日もポイント2倍ですので、まあ、その時に行こうかなという感じですね。それで今イオンさんの隣にあるプラージュさんに向かっているところですね。ちょうど70番で、まあ、結構ですね、まあ、待ち時間長かったですけど、まあ、午前中で済んだんで良かったですね。まあ、あと診察は3ヶ月後なので、しばらくは、まあ、お薬またもらいに毎週ちょっと行かないといけないんですけどね。
昼なんですけども、ちょっとイオンさんのフードコートでも良かったんですけどもね、ちょっとまたスタミナ太郎さんに行ってくる感じですね。散髪は今日は結構早めに終わりましたね。やはりあのイオンさんの隣のプラージュさんの方が早く終わりますね。散髪も3週間に1回くらい行ってる感じなんですよね。今日も結構短くは切ってもらったんですけど、伸びるのが結構早いんですよね。結構すぐなんかボサボサになってしまうので、してもいいんですけどもね。
時はこの辺くらいまで渋滞してたんですけどね。これハスラーですね。このハスラーも結構見るようになりましたね。相当売れてるんでしょうね、こちらも。後ろ行ってみましょうかね。とついていく感じで。ああ、ちょっと行っちゃいましたね。残念ですが、ちょっと追いつきそうにないんで、そのまま行きますけどもね。信号で追いつくかもしれませんね。ちょっと、まあ、行ってみましょうか。
には、まあね、来る予定がなかったんで戻りますけど、空いてしまった感じですね。昨日の夜結構食べたんですけどね、やっぱ腹減るんですね。
からね。はい、それではこちらでカットします。失礼します。シルバーご一行さんみたいな感じですね。予約入れてるんでしょうね。あとはですね、ちょっと100均寄りたかったんでセリアさんですね。
使うためであるんで、まあいいんですけどね。分かんなかったんですけども、ポカリスエットのような粉末を入れる容器ですね。あ、これスリムクーラーっていう名前でしたね。あとは消臭スプレーのですね、詰め替え容器みたいなやつが売ってたんで、それもちょっと買ってみましたね。昨日ですね、ドン・キホーテさんで在庫処分で、1つ38円ですかね、あ、35円くらいで売ってたんですね。それをちょっと1個買ってみたんで、まあ、消臭ですからちょっとよくわかんないんですけどね。まだまだ大量に売ってたんで、もし良ければまたちょっと追加で買ってこようと思うんですけどね。お一人様3個までっては書いてあったんですけど、ちょっと怖いんで1個だけ買ってみたんですけどね。ですね、湿度もあるんでちょっとムシムシとした中、不快感がありますね。
白米したいんで、安い時はちょっと買ってこようと思いますけどね。駐車場までちょっと運ぶのがめんどくさいんですよね。この間ちょっと屋上に止めちゃったもんで、一回からちょっと屋上までですね運んでったんで、ちょっとめんどくさかったんですけどね。今度箱買いするときは近いところに止めようと思いますけどね。といえば無難ですよね。このマーチだと一般道を走る分には全然問題なかったですけどね。 CVT のおかげでなんかスルスル加速してってくれるんで、これは運転しやすかったですよね。これ変わっちゃいましたよね。白が先代で、これが今現行だと思いますけどね。あ、これはアルトですね。 NA のタイプでしたけど、これ黒もなかなかいいですね。かなり色のパターンがありますので、NA だったら好きな色選べるんですけどね。ターボだとちょっと3種類しかないんで、あれは難しいですけどね。止めなくても勝手に
アイドリングストップしてくれるんで、あれはいいかもしれないですね。失礼します。お疲れ様でした。